次に足立康史君。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。いよいよこの15分の質問時間が終わりましたら、特措法等の採決ということで、私どもからすればですね、昨年の1月の23日に、私が事務局長となって、党に対策本部を、どの党にも先駆けてですね、作ってから、本当にこの1年、特措法の改正に向けて、西村大臣はじめ政府の皆様にですね、いろんな機会に提言等を申し上げてきました。あと15分で、採決ということで、いろんな思いが錯綜しておりますが、その辺はですね、後ほど討論で申し上げたいと思います。若干の時間ですが、どうしても西村大臣に確認をしておきたいことを何点かご質問させていただきます。ちょうど今日、明日になるのかな、緊急事態宣言が延長される流れになっております。緊急事態宣言そのものの取り扱いでありますけれども、明日に専門家の諮問委員会を開いていただきまして、そうしたものを受けて、決定をしていきたい、このように考えています。1ヶ月か何か分かりませんが、これ、大変重たい判断、言うまでもなく、大変大きな副作用を伴う緊急事態宣言でありますので、後ほど議論しますが、補償もですね、私どもが1年間求めてきた補償もですね、十分な補償がままならない中で、私はこの1ヶ月、それは分かりませんよ、まだ、回すでしょうが、1ヶ月、仮に1ヶ月延長されるのであれば、その1ヶ月の期間中であっても、現場の知事の申し出等があればですね、エリアごとのその1ヶ月の期間途中での緊急事態宣言の解除、地域的なですね、も検討すべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。西村大臣。足立議員からかなり早い段階からですね、この特措法の改正についてさまざまな提案、いただき、問題提起もいただきました。私もこの間、より良い制度にするにはどうしたらいいか、ずっと考えてまいりましたので、足立委員とですね、全く思いが同じでありまして、頭の中にさまざまなこの1年間の思いが巡っているところでございます。緊急事態宣言、2月7日に期限を迎えるわけですが、このあとどうするかはまだ決めているわけでもございませんし、諮問委員会を開いてですね、専門家の皆さんのご意見を聞いて判断をしていくことになりますが、仮に延長した場合にですね、これはその延長期間の前にですね、個別の都道府県を解除することはあり得るというふうに考えております。ご指摘のように、非常に重い判断をしなきゃいけません。経済の影響、事業者への影響を考えても、できるだけ必要最小限の措置としていきたいわけであります。そうした中で、改善傾向を見られればですね、これはそのより前にも解除することはあり得るということでありまして、昨年春もそういう対応をさせていただきました。で、その上で1点だけ、感染者の新規の陽性者の数はかなり減少傾向にあります。ただ、病床は引き続き逼迫しているところが多いわけですし、病床だけでは、その病床について言えば、陽性者の数より遅れて入院される方が増え、さらに重症者は2、3週間遅れて増えるということも分かってきております。そして入院調整に様々な時間がかかっているというような状況もありますので、そういったことも専門家の皆さんにご判断いただいて、総合的にとなりますが、適切に判断をしていきたいというふうに考えております。足立君。ありがとうございます。今、大臣がおっしゃった点はですね、私たちも重々承知をしておりますし、私が選挙区としております大阪もですね、まさに今ご指摘のように、やっぱり重症者が多いということで、大変そこはですね、注視をしているところであります。ただ、吉村知事からもですね、1ヶ月延長の議論、関西の妊婦一件、議論、多分今か今日されていると思います。で、今日明日という流れになりますので、やっぱりこの重い決断を、知事、そして大臣、内閣と、そして地域の知事たちがですね、重い決断をされるにあたっては、今、大臣が改めて確認くださった状況に応じて、知事の要請に応じてですね、そこは途中で解除することもありえるという明確なご答弁をいただきました。ありがとうございます。私たちもですね、とにかく内閣と、国と、昨日もNHK のNHK スペシャルでね、
なんか知事と内閣がとかいうのがありましたが、やはりここは心を一つにして、しっかり国民の命と健康を守っていきたい、こう思います。さて、先ほど申し上げた補償ですね。これはですね、私たちが昨年の春からこだわってきた話であります。これも詳細は後ほど討論の場で申し上げますが、大臣、どうしようかな、今日法制局長官にもおいでいただいてます。長官ね、ちょっとこれ、本当は西村大臣にまずご質問して、で、近藤長官というお約束なんですけど、ちょっと一言だけ先に近藤長官にいただきたいのが、いわゆるその今回の感染症みたいなんですね、健康被害を回避する目的の規制、健康被害を回避する目的の制約は、いわゆるこの補償の議論、まあ、経済的自由にかかる憲法論議の中で、消極的目的制約に位置づけられると私は理解してますが、いかがですか。内閣法制局、近藤長官。私どもも今回の感染症、公衆衛生上の危険というものを回避していくということのための、やむを得ない制約ということで、今お話ございましたように、大きく分ければ、消極的な、警察的な規制ということかと思います。足立君。大臣ですね、これ、本当に重要なテーマだと思うんですが、この国会で、先ほども今日も山尾議員とかですね、いろんな方がこの補償の問題を、私たちは1年間ずっと取り組んできた。でもなんか最近になって、特に山尾さんなんかは何ですか、この採決直前になってね、騒ぎ立てるっていうのは、いいや、あんまりそういうのやめときますが。民主党政権の時に、特措法ができた際に、その逐条解説で、引いてきたものです。なぜ、この特措法で、政府がさまざまね、時短の要請とか指示とか休業要請とかしても補償がいらないのかということを、この逐条解説にこのように書いてありますね。これに従ってですね、西村大臣も、今日も、そしてこれまでもですね、内在的制約なので補償は不要ということをおっしゃってきました。私が言いたいのは、相当この平成24年から事情が変わっているし、また必ずしも24年の政府見解や逐条解説が100点満点だったかというと、そうじゃない面もあるというふうには思います。ただ、少なくとも一つの重い物差しなので見てみます。これ、なぜ補償がいらないのと、国民の皆さん思いますよね。なぜ私たちには義務がかかっても、政府は補償の義務を負わないのと。大事だったら1年前から議論しましょうよ。私たちはしてきた。その中で、今、法制局長官から、消極的目的制約に該当する、これは整理すると普通はそうなるということですね。その中で、山尾さんたちはですね、今日その一時的なものであるとか、強制性とか、そういうことを今日議論されました。それはいいんです。私は、それらは今日議論されたんで、結構ですが、今申し上げた、この規制の制約の目的ですね。で、この目的が、消極的ということでありですね。また、緊急事態宣言において、飲食店を対象に、休業要請等するわけですから、これ、一般性も大変怪しい、そういう中で、なぜそこの地域の飲食店にの経済的自由を規制するのかということについては、相応のエビデンスがなければ、それは私は憲法上合理化されない、そういうことをずっと議論してきました。エビデンスが十分じゃない中で、今申し上げたような形で、今回の法律を施行するとですね、それはやはり特別の犠牲に該当して、補償が必要だということになると思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。西村大臣。憲法上の整理については、もし必要があればまた議論したいと思いますけれども、エビデンスのお話がございました。昨年夏はですね、8時までの時短、大阪で行いました、これ、テレワークも要請されて、かなり人手が減ってですね、1ヶ月で半減する新規陽性者の数が非常に効果がありました。で、同様にですね、9時までの時短でありました
関西圏、あるいは首都圏は10時までの時短を11月の末から12月にかけて行いましたけれども、残念ながら従ってもらう事業者が年末やはり飲食の機会が多いという稼ぎ時だったというのもあるでしょう。神奈川県の知事の言葉を借りれば2割程度しか応じてもらってないということもございました。そうした中で感染が拡大をした、これは専門家の分析をいただいておりまして、昨年12月以降のクラスターを分析しますと、まあ、医療福祉施設はかなり出てるんですけど、それを除いたクラスターのうち約3分の1が飲食の場である飲食店、あるいは家庭のそういうホームパーティーみたいなものも入っておりますけれども、全体の3分の1ぐらいがこれを占め、全体で言いますと5061人のうち1664人がこれで感染がクラスターとして感染拡大しているということでありますし、最近の例で言えば成人式の後の飲食によってですね、それぞれいくつかの地域でかなりの数が夜遅くまで飲食を行うことによって感染拡大していると、こういったデータの分析、そして実際に対応している知事会の要請も踏まえ、今回このような措置を講じさせていただいたわけでございます。同意しませんが、まあ、100歩譲って今おっしゃったようなことをまあ一旦受け止めるとしても、仮にそうだとしてもですよ、じゃあ感染症対策、感染対策、感染防止対策を万全に講じた上で感染者も出していない、そういう飲食店は命令対象から、命令や過ち量過料の対象から除外する枠組みを作るのが当然だと思うんですが、いかがですか。西村大臣。普段はですね、飲食店のガイドラインを作り、まさにアクリル板、こういったものを設置をする、距離を取る、マスクをする、こういったことを奨励をしたり、あるいは換気を常にチェックをする、換気を良くする、こういったことで感染を抑えていただいている店もたくさんあると思います。しかしながら、一定程度感染が拡大して、まさに緊急事態宣言の対象となるような状況になってきた場合に、そうした正しい行動を取っている場合であっても、これはもう感染を抑えるために一定の制約がかかってくる、こういう整理をしております。したがって面的にこれを抑えていくためにですね、そうしたお店も含めて8時までの時短をお願いし、保証ではありませんが、応じていただけるような支援策を講じていくということでございます。法制局長官、私はですね、やっぱりこの強制性、やっぱりこれ強いですよ、この規制は。そういう中で今大臣がおっしゃったように除外もしない、私はやはりこれは、まあ、冒頭消極的目的制約ということを、まあ、仮に整理すればということでおっしゃっていただいたことからするとね、大臣もおっしゃってた法制局長官と相当議論したと、まさにこの議論は大変な議論があると思うんです。まあ、あったと思うんです。長官、これそんな簡単に明らかにそうだと、いや、足立が間違ってると、西村大臣が合ってると、そんなクリアーに言えることですか。議論ありますよね。悩ましいですよね。国賠の対象になって敗訴する可能性、政府はないですか。内閣法制局、近藤長官。今回の、まあ、特措法におけるその営業制限等につきましては、制定時にかなり議論をもちろんされておりまして、その時点において、これまでも西村大臣から何度もご答弁されておりますように、その憲法29条3項の公共のために特定の財産権について、いわゆる特別の負担、または制約を課する場合に正当な保障を要するという旨を定めたものであって、今回のまあ制約については、まあ、財産権に内在する社会的制約の場合には保障は不要で、やはりそれ以外の特定の個人に特別の犠牲を加えた場合に保障が必要であるというふうに解されておりますので、それに当てはめて前回制定時も考えました。で、まあ、今回もその議論を再度踏まえて、また実態にその世の中にとってそれが本当にうまくフィットしているのか、あるいはどういうふうにやると本当に効果があり、そこにまあ感染の原因が起こっているのかというところもお聞きしまして、やはりいろいろその必要性があると、現実にもそういうところに因果関係があってですね、やはり感染防止のための起点になっている現実があるということもお聞きしまして、私ども再度同じような整理でいけるというふうに思いました。ただ
を過料化するということでですね、特に今回、私の方からお願いをいたしましたのは、これまでのその措置の都道府県知事が置かれる前に、特に専門家の方の意見を再度聞くようにということを法律を義務づけていただきまして、より科学的知見で不用意に広がらないように、本当に疫学的な見地から、ここはどうしてもやらなきゃいけないというところにある程度絞っていただくというところで、よりその過料との見合いでですね、厳重慎重な発令というものをですね、お願いするように、今回の条文ではなっております。法案には賛成をしますが、今のご答弁、異論があります。これはぜひですね、これはもう法律は仕上がるわけでありますが、予算委員会等を通じてですね、引き続き、これ議論をしていくことをお誓いして質問を終わります。ありがとうございました。これにて法案に対する質疑は終局いたしました。この際法案に対し松本剛明君ほか3名から自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党、日本維新の会無所属の会の共同提案による修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので順次これを許します。柚木道義君。はい、柚木君。立憲民主党の柚木道義でございます。私は立憲民主党無所属を代表し、ただいま議題となりました修正案及び修正部分を除く原案に賛成の立場で討論いたします。私は日本共産党を代表して特措法等改正案に反対の討論を行います。次に足立康君。はい、委員長。足立君。日本維新の会の足立康氏です。私は会派を代表して、新型インフル等特措法等改正案の修正案及び修正部分を除く原案に賛成の討論をいたします。私たち日本維新の会は昨年の1月23日に、数ある政党の中で真っ先に党対策本部を立ち上げ、私自身が事務局長として、新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめました。それからちょうど1年、遅きに失したとはいえ、政府・与党が民主党政権時代にできた出来の悪い新型インフル特措法の大改正に取り組まれたことは評価をしています。第一に、我が党が知事の権限を強化する観点から、緊急事態宣言の発令要件の見直しを求めるとともに、それがかなわない場合には、緊急事態宣言の発令前から知事に必要な権限を付与すべきと訴えてきたところ、そうした私たちの提言を受けて、まん延防止等重点措置が創設されました。第2に、特措法16条の2に医療機関を追加することによって、現行法に規定する医療関係者に医療機関が含まれることを法律レベルで明確にしました。これら知事の権限を強化明確化するための我が党の提言を取り入れることを早々に決定したことは、政府の見識であると評価をし、本改正法案に賛成をいたします。他方、日本維新の会が当初からその必要性を訴えてきた、知事の休業要請等に応じた飲食店等事業者の経済的損失にかかる補償的な措置については、新型インフル特措法に新型コロナを追加した際の政府・与党と日本維新の会との歴史的合意が、維新の手柄になるような合意は認めないとする立憲民主党の政局的企てによって、幻に終わるなど、残念な結果に終わりました。いわゆる受任論を取る政府・与党の姿勢とも相まって、自民党と立憲民主党との、これ、与野党協議じゃなくてね、二党協議において最も大事な補償の議論が回避され、事業者への支援とともに罰則規定までもが、バナナの叩き売りのようになってしまったことは大変遺憾であります。有事に国民が受ける損失、損害、被害にかかる補償の問題は大変に難しいテーマでありますが、私たち日本維新の会は公約にも明記しているとおり、政権を掌握すれば最初にこの補償の問題に正面から取り組むこと、次なる有事への対応と準備に万全を期すること、そして第3波の収束に全力を挙げることをお誓いし、賛成討論といたします。ありがとうございます。国民民主党無所属クラブの岸本周平です。会派を代表して、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、修正案および修正部分を除く原案に対しまして、反対の立場で討論をいたします。
これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案、およびこれに対する修正案について採決いたします。まず、松本剛明君ほか、3名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本修正案は可決されました。次に、ただいま可決いたしました修正文を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は修正議決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました本案に対し、平将明君ほか3名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党、国民民主党無所属クラブの共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案に対し、付帯決議を付することに決しました。この際、本付帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。西村国務大臣。ただいまご決議をいただきました付帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。これより会議を開きます。議長、武部新君。慰安状態に関する緊急動議を提出いたします。内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。武部新君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響を緩和するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を創設するほか、新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者や医療機関等への支援措置を講ずるとともに、入院措置等に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則の創設等の措置を講ずるものであります。本案は去る1月29日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委員会に付託されました。本委員会においては同日、西村国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り参考人から意見を聴取いたしました。さらに本日、厚生労働委員会との連合審査会を開会し、質疑を終局いたしました。質疑終局後、本案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党および日本維新の会無所属の会の共同提案により、緊急事態宣言時およびまん延防止等重点措置時の命令に違反した場合における過料の額を引き下げるとともに、入院措置等および積極的疫学調査にかかる罰則を刑事罰から行政罰に修正すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正文を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、法案は修正議決すべきものと決しました。なお、法案に対し、付帯決議が付されました。以上、ご報告申し上げます。討論の通告があります。順次これを許します。平正明君。自由民主党の平正明です。私は自由民主党無所属の会を代表して、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。青山正幸君。日本維新の会、無所属の会、青山正幸です。私は会派を代表し、特措法、感染症法等改正案について、賛成討論をいたします。これにて、討論は終局いたしました。ただいまから10分後に採決いたしますので、しばらくお待ちください。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。開けてください。すいません、ちょっと開けてください。すいません。私が一人で飲食店を訪問したと説明をさせていただいてきたところでありますが、実は後輩議員2名とともに訪問していたというのが事実でございます。誠に申し訳ありませんでした。党員支持者の皆様をはじめ、国民の皆様の政治への信頼を深く傷つけてしまったことに対しまして、改めて心からお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。改めて党を代表してこのような事態に至ったこと、国民の皆様に強い政治不信をもたらしてしまったことに対して、党を代表して深くお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。今1日議員遠山清彦君から今般一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたくご許可願いたい旨の辞表が提出されております。これにつきお諮りいたしたいと思います。遠山清彦君の辞職を許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって辞職を許可することに決まりました。本日はこれにて散会いたします。